京オリンピックでは残念ながらわずかにメダルには届きませんでした。4位でした。しかし山崎さん、もうこの人の実力は証明されてますね。そうですね、身体能力が非常に高いですからね。で、柔軟性もあります。ただその柔軟性がありすぎてコントロールができない時があるんですね。そうですか。で、北京オリンピックの時もそのわずかにそのコントロールがしきれずに4位になってしまったということですね。身長も177センチあります。今月21歳になったばかりですが、もう18歳で世界選手権チャンピオンになりましたからね。はい、この楽しい音楽をまた楽しそうに踊っていますからね。はい、見る側も楽しくなるんじゃないでしょうかね。ロシア民謡のカチューシャです。この辺りのターンは本当に綺麗ですね。足の開脚度はすごいですからね。これがもう世界トップの演技なんですね。はい、この逆さになって回るターンもですね、すごいですよね。さあ、そして見事に演じ切りました。親指がグーッと言ってましたね。